常用機の手術も受けました。あのハイタッチをしている間は飛んできませんでしたが、特に早く、すごい配達してるので、すごいありがたいです。奇跡をしてきて、崩れてきました。なかなかこの一軍のグラウンドに立てませんでしたが、どんな気持ちで、この一軍の試合に向かっていますか？そうですね、やっぱ上がる前に打つの怪我だったんですけど、皆さんに迷惑をかけて、あのチームメイトも、すごい迷惑かけましたし、これからチームのためにファンのために貢献したいと思います。これからに向けて一言お願いします。頑張ります。はい。